梅雨前線の活動が活発化した影響で、今日の県内は朝から強い雨に見舞われました。午後4時現在、降り始めからの総雨量は伊豆市天城山で 276.5 ミリ、熱海市網代で234ミリ、三島で226ミリを観測しています。特に中部、東部で雨量が多くなりました。午後4時現在、県内には伊豆北、伊豆南、富士山南東、遠州南に大雨警報が出されています。沼津市では小学校20校すべてで休校、中学校も1校を除き14校で休校となりました。5時半ごろの天気予報を確認しまして、同じ中学校区の3校の校長で、連絡を取り合い、今日はもう厳しいという判断で、6時前には休校の判断を出しました。特に原校区は道路の冠水する場所や、それから自宅周辺の用水路等の増水がとても起こりやすい地域なんです。やはり、冠水による子どもたちの事故、それから道路に関してもかなり通常と違う状況になりますので、迎えに来る保護者等も車でもここへ来れないということも可能性として考えられます。子どもたちの安全が第一と考えての判断です。昼前、雨足はさらに激しさを増します。沼津市です。強い雨が降り続いています。この先道路が冠水していまして、奥のトラック側溝にはまり動けなくなっています。沼津市では至る所で道路が冠水、午後1時半の時点で11箇所が通行止めとなりました。さらにこちらは川ではありません、道路です。鹿野川がこの雨の影響で溢れ返っています。通行止めとなった道路以外にも沼津市内10カ所で冠水しましたが、住宅への浸水被害は確認されていません。また沼津市では河川の水位が上昇したため、市内24カ所に避難所を開設、一部地域に避難指示が出されています。沼津市原駅の北側、西添町でも多くの場所で冠水しました。冠水を避けるため避難してきた車で公園はいっぱいになっています。高台にあるこちらの公園には、浸水から車を守ろうと避難してきた車で広場は埋まっていました。またこちらの高齢者施設では、デイサービスを利用する高齢者全員を予定を早めて昼過ぎには帰宅させました。この建がね、はい、もう、はい、もうあれするともう車がもう全然取れないから、あもうこのぐらいになっちゃうから、はい、このぐらいに、そんな本当膝ぐらいまで、うん、ぐらいになっちゃうから、このぐらいだったらまだ、はい、車がどうにか、今のうちに取れるうちに帰ろうということで、はい、みんな帰ってもらって、また南伊豆町や伊東市、熱海市など東部から伊豆にかけて複数の市町で土砂災害の危険性が高まると予想されることから避難指示が出されています。大雨により交通機関にも影響が出ています。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は午後2時40分ごろから小田原駅から三島駅の上下線で運転を見合わせましたが、午後3時40分ごろ運転を再開しています。また在来線は東海道線が午後3時40分ごろから熱海駅から東田子の浦駅間の上下線で運転見合わせ、御殿場線は午後0時30分ごろから御殿場駅から沼津駅の上下線で運転を見合わせています。観光地熱海では雨の影響で予定変更を余儀なくされた観光客が見られました。雨が強くなってきた熱海市内です。こちらの駅前にはこの雨の中立ち尽くす観光客の姿が目立っています。海岸に行けなくて、海に行けなくて残念です。明日行きます。また明日もありますか？はい、明日晴れるみたいなんで明日リベンジします。はい、今日はどうされます？ホテル行って遊び倒します。はい、
現在雨はピークを越えましたが、気象台では今後も土砂災害などへの警戒を呼びかけています。